明日から上天草市にオープンする天空ジップライン白岳。標高373メートルの白岳山頂から伸びる長さおよそ350メートルのロープ。この絶景を見てください。この絶景を楽しめるジップライン、このジップラインをこれから体験します。明日上天草市にオープンするジップライン、一足先に体験しようと集まったのは地元姫戸中学校の全校生徒およそ40人です。ワクワクしてます。しかし出発が迫ると、やばい、怖い、新人生優勝するぞ、行きます、ゴー、行きます、受験合格。目標を叫び次々と空へ。彼女ができますよ、ね、めっちゃ怖かったけどめっちゃ景色は綺麗でした。今やっと落ち着いてきてます。落ち着いてきた。そしてアリエさん、ほら最後に一言、はい、行ってきます。アリエカメラマンも挑戦です。地元のカメラマンでも見たことがない景色が広がっていました。明日オープンする天空ジップライン白岳、事前の予約制で専用ホームページから受け付けています。空を飛んでるみたいでとても気持ちよかったです。皆さんぜひ体験してみてください。